ウィスということで、今日なんですけど、昨日ですね、昨日私パラサイトというパラサイトっていう映画今話題じゃないですか。ちょっとそれ見てきたんで、それの、まあ考察レビューみたいなことをちょっとしてみようかなというふうに思います。はい、非常におもろかったですね。あれ見るべきかなというふうに思います。どれくらい面白かったかってね、まあ、ジョーカーの3倍くらいおもろかったですね。はい。でね、やっぱ、なんていうんですかね、非常に複雑な映画で、まあ、僕も見終わったとも、なんかこう、すごいいろいろ考えてしまってというか、どういうことを本当に伝えたかったんだろう、この映画を通してっていうのをずっと考えてて、一晩中。でね、その過程で、なんかこう、ちょっとネットで調べてみて、そういうレビューとかあるじゃないですか。映画の考察とか、まあそう映画好きな人のブログなのかわかんないですけど、まあいろいろあと何個か見たんですけど、結局のところね、全部同じようなことしか書いてなくて、それがなんかまあ、すごいわかりやすい、まあ映画の、なんだろうな、テーマというか、まあ格差社会が、韓国の格差社会が、分断が、社会の分断が生んだ悲劇なのかなのか、まあそういう切り口しかなんかちょっとなくて、なんか面白くねえな、みたいな。まあ、それはそれでいいんだけど、なんか同じようなのしかなくてね、なんか面白くねえなと思って。で、まあ、僕もいろいろ一晩中考えてた結果、まあ、一つ、なんとなくこうじゃないかっていうふうに思ったので、それを話すんですけど、まあ、めっちゃネタバレしてますから、まだ映画見てない人はそっち先に見ていただければな、というふうに思います。はい。でね、映画の構造自体の話なんですけど、まあ、これね、大きく見たときにというか、なんですけど、俯瞰で見たときに、二軸あるんですね。話のテーマというか、二軸あって、一つのテーマ、一つ目の軸が、これがまあ、今言った、すごいわかりやすい。韓国の格差の話。社会的な分断の話。まあ、金持ちと、貧困層の、みたいな、そういう話。で、このテーマの、もう、裏テーマが僕あるんじゃねえかなと思ってて、それがまあ僕が僕のオリジナルの説なんですけど、それ何かっていうと、まあ、朝鮮半島の話、もっと言うと朝鮮半島の未来がこうなるんではないかっていう監督なりの考えが反映された、そういうテーマ、朝鮮半島の未来っていうテーマ、この二軸があるかなと思ってて、で、この二軸が時々ですね、まあ、この裏テーマがちょっと顔を出す瞬間があるんですね。この、だからなんかすごい複雑なんですよ、話の流れの中で、まあ、ポイントポイントでちょっとこう表面化するみたいなね、感じの映画かなと思いました。でなんですけど、映画の話に入っていくと、まあ、この映画の中にはね、3種類のグループ、まあ、人種といいますか、人種まではいかないですけど、まあ、が出てくると。で、それがちょっとさっき書いたんですけど、書いてる途中にこれ動画勝手に止まってうざってなったんで、まあそのまま使うんですけどね。3種の人たち、まず金持ちの人たち、金持ち、まあこれ映画の中で出てくるパク家ですかね、っていうね、金持ち。そして、反地下の人たち、まあこれ主人公ですね、主人公のグループ、反地下の人たち。そしてもう一個、地下の人たちっていうのが出てくるとですね。で、話の流れとしては、この、まあ、半地下の人たちが、あの手この手でね、この金持ちの家の、この、家の中にどんどん入り込んでって、で、この家を乗っ取るか、乗っ取るぞ、みたいな、まあ、話の流れなんですよね。流れ的には。で、まあ、僕が思うのは、まあ、このね、構造なんですけどね。もう書いちゃってますけど、このね、うん、金持ち、地下、これをひっくるめて、僕は北朝鮮という国を指してるんじゃないかなっていうふうに思いますと。で、これがなんと面白いことに、同じ家に住んでるんですよね。同じ家の地下に、この住んでる本人たちも知らない地下の住民っていうのが実はいたっていうのが話を進んでいく流れでわかるんですけど、まあそういう状況。これ北朝鮮。で、半地下の人たちが韓国なんじゃないかっていうのが、まあ僕の、まずの前提としての、かな。設定かなと思います。でね。まあ、これを話を進めていく上で、まず現在の韓国がどういう状況かっていうとね、
大統領、ムン・ジェイン大統領という方でございます。で、この方が一番成し遂げたい野望というのが南北の統一なんですよ。南北の。朝鮮半島の統一ですね。だから今っていうのは、朝鮮半島っていうのはね、38度線で分かれて分断されてる国家だわけです。分断国家なんですね。もともと一つの、朝鮮民族として一つの国だったものが、今、二つに分かれちゃってる。で、それがなぜかというと、冷戦の時に、まあ、代理戦争っていうのが起こって、まあ、言ったら自分たちというよりは外国のね、争いの場となっちゃって、今、分断されてるわけですよね。それを、まあ、元々のその朝鮮国家、統一の国家に戻そうっていうのが、こう、ムンジェイン大統領の、まあ、野望なわけですよ。でね、それに照らし合わせてみると、だから、この話の流れで言うとね、この韓国、半地下の人たちは北朝鮮と入り込んでいくという話の流れなわけですよ。で、実際こうパラサイトっていうより、まあこう取り入っていくわけですね、この金持ちたち。で、金持ち？北朝鮮なんかあんまイメージわかんないかもしれないですけど、この金持ちってさしたら、まあ北朝鮮の、まあ北朝鮮って独裁国家ですから、その支配者層の人たちですね、キム・ジョンウンか今。はい。とか。の、人たちってすごい豊かな生活してますからね。この、一部の支配者層の人たち、まあ、上級国民とでも言うのかな、は、すごいいい暮らしして、まあ、リッチな暮らししてますから。っていう話ですよ。で、この地下の人たちっていうのが、まあ、北朝鮮の国民の暗喩、メタファー。まあ、そういう感じ。で、この、だから支配者層にいかにこう取り入っていくか。そして乗り込んでね、乗っ取ろうとするかという、まあそういう話の流れですよ。あの手この手でね。で、それがすごい韓国らしくてですね、手口がというか、手口っていうと言い方悪いか。が、まあそうなんですよ。っていう、まあどういうやり方でこの家にまず、入り込んでいくかっていうと、まあまあ簡単に言うと、でっち上げとか疑惑とか、なんかそういうのを作って、で、まあ、追い出していくんですよ、既存の人。で、そこに自分がポストとしてつくっていう。例えばですけど、まあ、家政婦さんがいました。で、家政婦さんに対して、結核持ちだ、あいつはっていう。結核持ちだ、あの人はっていうことで、まあ、追い出して。じゃあ、その代わりに家政婦さん、誰かいい人いないかな。あ、じゃあ、うちのお母さんいますよ。っていう感じでお母さん入れるとか。あるいはなんか、この、金持ちの家。まあ、お父さんが社長なんですよ。お父さんが社長、大企業の社長で。で、この社長を送り迎えするドライバーがいたんですけど、そのドライバーに対しても、疑惑をつけて、あのドライバー良くないから、っていうんで、まあ新しいドライバー。じゃあうちのお父さんどうですか？っていうことで、まあ、この金持ちの家族はこう家族だって知らないんですけど、あの手この手で、ね、入り込んでいくっていう。で、この疑惑みたいなものを作って、まあそれがでっち上げであっても。で、まあ、元々のポストの人を引きずり落として自分がっていうのは、これも韓国の政治的な、なんだろうかな、やり方のそのものですよ。うん。まあ、パククネさんとかもそうですし、まあ、今で言うとね、チョ・グクさんっていうね、ムンジェインさんの側近の人、法務大臣とかにね、確かこう、なるだ、なんないんだ、つって、やった時もその娘を不正に大学に入学させたとか。なんかああいうのももう韓国の政治家の中で日常茶飯事に起こってることでわざわざ取り上げてやるほどのことでもないらしいんですけど、でもああいうのをわざわざ取り上げて、そんなギャーギャー騒ぐみたいな。で、疑惑を生じさせて失脚を狙うみたいなのは、まあ、韓国ではすごい当たり前のことなんですよね。それでこう民意をちょっとこう、コントロールするというか。まあ、だからそういうのがね、すごい、やり口としては、韓国らしいかなとかっていうふうに思って、まあそれもなんかちょっと僕は暗喩として含まれてるのではないかなというふうに思ってます。で、これ徐々にどんどん入り込んでいくんですね。で、家族全員が結果この金持ちの家の中に、まあ言うたらパラサイトするわけです。パラサイトして。はい。で、まあそうやっていく中で、話の流れの中で、ある時にこの地下の人の存在に気づく場面があるんですね。この半地下の人たちが。半地下の人たちはもともと知らなかったんですよ。その地下にね、実は男が住んでると。その男の設定っていうのは、なんか、事業だかに失敗して、借金が大量にあると。で、借金取りから逃げるために隠居してるっていうんですね。外に出ると殺されるから。で、まあ、ここに実はいたっていう男がいてですね。まあ、でもそれは実はここにもともといた元家政婦の旦那だったんですけどね。旦那だったんですけど。で、その、まあ、さっきも言ったように家政婦は追い出されちゃったから。で、なんか、なんかの時に戻ってきて、なんか、ま、ここに実はいた。で、なんか、この時に、
そのシーンがね、結構おもろくてですね。最初は、まあ、立場的にね、この地下の人たちの方が下なわけですよ。うん、まあ、最初ね、この半地下のお母さんか、お母さんだけがこの地下に行って、実はこんな男がいたってことを知ってたんですけど、後々なんかまあバレちゃって、お互いがお互いの存在バレちゃって。で、半地下の人たちが一家だ。家族だっていうことはね、バレちゃうんですね、地下の人にね。で、その時に、まあ、この地下の人は、なんかもう今っぽいですけど、スマホでその、証拠映像を撮ってたわけなんですよ。こいつらが家族で、金持ちの家に、を食い物にしてるっていう、決定的な証拠を、携帯の動画で撮ってて。で、これをね、仮に、ここの奥様に送るぞって言って、脅すんです。脅したの。送ったら、もうお前ら終わりだと。お前ら一家、全員組で、だぞっていうことで、証拠映像を盾に、まあ、この半地下の人たちを言うことを聞かせようっていうようなシーンがあって、その時にね、これ象徴的なシーンがあって、北朝鮮のアナウンサーの真似みたいなのをするシーンがあるんですよね。この半地下の人の、まあ、言ったら、男と女って二人いるんですけど、男と女。この女の人がさ、北朝鮮のアナウンサーあるじゃん。うん、トンチョルっていう、なんかこう、すごいこう、語気を強めている。ああいうようなシーンがあってね。で、かつ、このデータね、決定的な証拠動画。これを送られたらこいつら終わるっていう、映像のデータがあるんですけど、それを、なんと言うんですね、核ロケットかな、ロケットかに見立てたようなセリフが出てくるんですよ。これを打ち込んだら、ああ、もうお前らは終わる。まるで核爆弾のようだなっていう。なんかそういうような流れからちょっと北朝鮮のアナウンサーのモノマネとかが入って、俺その時にんこれちょっとただ単に違うなと思ってっていう感じで、その時にまあ俺はあなるほどと、じゃあこれが北朝鮮のまあ国民の民意の象徴であると。だからつまりどういうことかというと、支配者層の人たちにはいい顔してね、取り入れたとしても、じゃあそれが必ずしも国民と利害一致して、るかは分かんないじゃないですか。いかに、ね、この、まあ、支配者の人たちに、どれだけ取り入ったとしても、この韓国がね、国民を無視してる以上、結局のところ国民感情というものがありますから、まあ、国民を手なずけるとは、また話が別じゃないですか、結局のところね。多分そういうことだったんですよ。だからこの人たちはこの人たちを納得させて、なんかまあちょっとパラサイトすることには徐々に成功してたんですけど、乗っ取りはちょっと成功してたんですけど、こういう人たちまでも、なんだろうな、コントロールすることってのはまた別の問題じゃないですか。つまり南北をね、統一したとしても、まあそれが偉い人同士の話で決まったとしてもね、国民同士の話はまた別でしょっていう、そういうのが多分描かれてるんですよ。だからこれが監督の意見でね、多分まあ偉い人同士の政治側の政治的な決定で決まったとしても、まあ国民同士は多分仲良くできないでしょうっていう、うん、多分そこは交わることできないですよっていうのが、多分そういうところなんかあるんじゃないかなと思うんですね。で、そのまあ話戻ると、映画の話戻ると、まあそうやってね、立場がちょっとこう、お前らデータ送るぞってことで、こう、半地下の人たちをちょっと支配してたんですけど、こいつらが、ちょっとこう、反撃してですね、その携帯を取り上げることに成功して。で、まあ、ここの金持ちの人たち、家族にはバレることなく済み、かつ、まあ、この地下の人たちをもう、手足を縛ってね、地下に閉じ込めることに成功したんですよね。うん。だから、形勢逆転したんですよ。送るぞってやって、こうやってたのを、これを、まあ、わーって取って、データ削除して、で、こいつら、だから知られちゃってるわけだから、家族。で、食い物にしてったの知られちゃってるわけだから、都合が悪いんで、地下に幽閉するんですよ。もう出てこれないようにして。で、事なきを得る。みたいな。で、それもなんか、ちょっと象徴してね。結局のところ、まあ、国民っていうのを、こう、黙らせるじゃないですか、強制的にね。黙らせてしまって、事なきを得る。で、そうやって、まあ、また徐々にこうね、金持ちにこうパラサイトしていくんですけど、こっからまたなんかまあ最終的な象徴的なこの映画の中で一番の名シーンというか、一番のまあなんかクライマックスじゃないかっていうところがあって、それがここの地下に、ちょっと待って、その前ね、地下の人の話なんですけど、その前にね、地下の人がいます、バレちゃいました。
したら地下の人たちどういうあの感情で生きてたかっていうと、この地下の人たちね、まあ言うたらこの金持ちの家に、まあ住み着いてはいるんですけども、言うたらまあ閉じ込められてるわけですね。外界とはもう全くもってこう、接点を持たず、だからなんか日の光とかがうってなるレベルなんです。ずっと地下に住んでた。で、なんだけど、どういう感情かというと、この地下のね、まあ男がいるんですけど、こいつ、この金持ちのね、社長に対して、リスペクトとか言ってんですよ。つまりね、なんか、クソ金持ちがとか、そういう感情はないんですよね。この金持ちの一家に対して。金持ちの社、特に社長に対してすごいリスペクト、リスペクトをね、こう、持ってるんですよ。社長、社長とか言って。だから、で、この男が言ってたのは、もうなんか俺はずっとここで生まれたような気もする。ここでずっと生活していく運命で、ここが心地いいんだって言ってるんですよね。もうだから、完全に、こうブレインウォッシュされてるというか洗脳されてるような状態になっちゃって、そこの地下にいる。まあちょっと頭おかしくなっちゃってるのかわかんないですけど、もう俺はこの地下が一番心地いいみたいな。で、社長に対してなんかこうブツ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 なんか言ったりして、でリスペクトとか言って、で社長のこの家の社長のね、写真とかこう部屋の中飾ったりして崇拝してるんですよ。でその後様子をこうね、まあ半地下の人のこう目の当たりにして、ちょっと常軌を逸してるぞ。でね、それも、またなんかちょっと僕が思ったのは、言うたら、北朝鮮の国民っていうのは、まあ、教育で、まあ、洗脳されてね、なんだ、将軍様みたいな感じですよ。ね。金正恩将軍様っていう感じに、まあ、こう、崇拝してるわけじゃないですか。支配者の人、独裁者。だから、旗から見たら、お、っていう。ってなるじゃないですか。そんな貧しいかもしん、貧しいのに、みたいな。そんなになんかその、崇拝するみたいな、多分、まあ、旗から見たらそう思うんですけど、まあ、この人たちは、いや、リスペクトなんですよね。っていう構造もなんか僕はこれ北朝鮮なんじゃねえかってちょっと思った。りもした。だから、地下の人たちは決して、旗から見たらなんか不幸っぽいんですよね。そんな閉じ込められてひどい生活してますから、地下に閉じ、まあ、自分が閉じこもってるんですけど、まあ、外に出ることもできず、ろくにね、飲み食いも、ままならないような状況でずっとここにいるわけですから。でもまあ本人、当の本人は、全くもっとそんなことないし、なんか、ここが好きなんだっていうことになってんですよ。で、リスペクトって言ってんですよね。本当に。で、話は戻って、で、話は進んでいく中で、まあさっき、あのクライマックスのシーンに入ると、クライマックスどういうことかというと、まあ結論から言うと、この地下に閉じ込められてたこの男がですね、地上に出てきてしまうようなことになっちゃうんですよね。いろんな紆余曲折があって。出てきちゃう。閉じ込めてたはずなのに、出てきちゃったんですよ。で、この出てきた男が何をしたかっていうと、この半地下の人たち、つまり、だからなんか、あれだな、奥さん殺されちゃってて、この男の奥さん。だから元家政婦。だからなんかそういうんで怒りの矛先がやっぱりこっちに向くんですよね。だからその男が出てきて殺したのがここの娘殺した。そうそうそう。だから心因的にね、なんかこの社長の方を刺すのかと思いきやこの娘を刺す。そうそう。で結局この半地下の人で、それを見たこの半地下のこの親父さんが今度は金持ちのお父さん殺しちゃうっていうのがこの最後のそのクライマックスというか、まあすごい重要な意味を持つシーンなんですけど、で僕はこれをもってこの監督の結論、つまり南北っていうのは一つにはなれないっていうことの、まあ象徴なんじゃないかなとね。ここの男の人は結局韓国のところもうお前は死ねってやっちゃったと。で死んだとしたら、まあこの男も殺されちゃったのか。結局のところこれお母さんとやり合って死んじゃいました。でこのお父さんは結局のところ、無理だ、つまり北朝鮮やっぱ無理だったつって、まあ社長を殺しちゃう。だから失敗したわけです。これは完全にそこで分かりますかね、僕の言いたいこと。
だから なんでかな、この地下の人は半地下の人たちにあんまいい思いしてないわけですよ。こう取り入ってなんかこう今までね自分たちがあのこうやってやってた秩序をちょっと乱してるわけですから、地下の人たちっていうのはここは居心地が良くて、まあ言うたらあのここにずっといたいみたいなことを言ってる人たちが、この人たちが入ってきたことによってちょっと狂わされてるわけですよ。この人たちはずっとこのままやれてたらよかったのに、ここに上が入り込んできたことによってもう秩序が乱されて、だからこの人たちの憎悪の対象っていうのはこっちに行くんですね。だからその男が外に出てきた時に一番真っ先に娘を殺すと、社長包丁でぶっ刺して殺すと。でそれに対してお母さんが復讐みたいな感じだから、次お母さんを殺しにかかるのか、こうわっわっ、でもお母さんはなんかそれ反撃して男を殺すと。で、結局ここの お父さんはこっちを殺しちゃうっていうことで、結局のところもう無理なんですよね。あ、無理でしたと。やっぱ乗っ取ることも乗っ取られることもなく、あ、もう無理でした。はい、だから、ここで一つの結論としては、まあ南北でね、いろいろこう融和して、まあ、例えばなんか偉い人同士で話して決まったとしても多分これは無理だと、国民同士がまあうまくいかないし、っていうのが多分監督のまず意見です。でこっからさらに未来の話になってくると、まあ、そういうね残虐な事件が起きたわけですから、もうここにねこの金持ちの人住めません。つまりもうなんか言うたら戦争が起きたっていうことですよね。韓国と北朝鮮で融和しようとして、まあ仮に融和の形になったのか分かんない、朝鮮として統一したとしても結局争いが起きて、内戦なのか何なのかで戦争になっちゃいました。そしたら多分そこに、ね、外国が入り込んでくるんですよ。絶対入り込んでくる。でまあおいおいおいと仲介するわけですね。でそれの象徴がね、この家、まあ全員もう事件があった家に次進んできたのは外国人だっつうんですよ。ドイツ人だ。つまりそれは多分まあ内戦が起きて中を取り持って、ね、停戦させた。でそこに新たに支配に来たのは多分外国が来たと。でその間にこの地下にですね、実はこの殺したお父さんがこの住み込むっていうね。でこれも面白いでしょ。だから外国の人が上に住んでる、その地下に住んでるのは実は本当韓国の人たちだった。逃げてきて、で、話の流れとしてはいつかね、この息子はまだ生き残ってたんです。息子が生き残ってて、息子が言うにはいつかね、金持ちになって、この家を買うんだと。そしたらお父さんと再会できるって言うんですよね。つまりこれは、まあ、内戦だなんだ、こう統一しようとしてダメだった、そこに外国が入ってきた。でも、その外国の支配のもとにいる人がいる。いると。で、こういう人を救うには、経済的に豊かになってれば助けることができるんじゃないかとか、多分そういう話なんじゃねえかなって僕は思うんですよね。だからその結局未来のところはまあわかんないですよ。その国がどうなるかっていう結論はまあ朝鮮としてなのか、またこう分断で分かれちゃうのかわかんないですけど、結局のところまあ南北朝鮮の融和とか統一っていうのは多分無理ですよと、無理じゃないと。でまあそういう風な、まあ言ったらまあ最終的なディストピア的な感じに終わるんじゃないっていうのが、僕はこの映画のその監督が伝えたかったことなのではないかっていうのが僕の意見ですね。でそれが結構おもろいのが、例えばですか、パラサイトって映画のポスターあるじゃないですか。あれがね、また面白くて。これか。ちょっと待ってよ。これだ。これですね。ちょっと見せますか。皆さん、何か出てくると思うんですけど、これ。これ。これね、言うたらこの金持ち家族と半地下家族が、全員こう並んで写真を撮ってるんですよ。家族写真みたいに。で、これ何を意味して、これね、これちょっと分かりづらいか分かんないですけど、目に線入ってるの分かります？黒い線と白い線で入ってるでしょ。で、白い線っていうのが金持ちの家族なんですよ。黒い線っていうのがこの半地下の家族なんですよ。で、まあそこでまあまずちょっと分かれてるんですけど、これが同じ一枚の写真に写ってるわけですよね。仲良さげになんか。家族写真みたいに、本当に。
これってのは多分、まあ、もともと朝鮮民族ってのは、同じ家族だったわけですよね。実は。南北で分かれてるけど、実は同じ国ですから。言うたら、だって、日本を二つに分けてね、ってるわけです。同じ、もともと日本人じゃん、みんな。でもそれをこう二つに分けちゃって二つの国家になってるっていう状況が今韓国ですから。北朝鮮と韓国ですから。だから、これもともと、これ家族写真で、こういうふうに撮ってるのは、もともとみんな同じ家族だったのを、っていう意味合いだと思うんですよね。だから僕はこの朝鮮半島の話、その未来の話、なんじゃないかなっていうふうに、僕は思ったんですよね。うん。そう。なんとなく、伝わりましたかね、僕の意見というか。まあ、かな。あと、まあなんか付け加えるとすると、いろいろね、この、やっぱ映画の中に、キーとなる何かが散りばめられてるんで、あれですけど、例えば石がね、映画見た方は分かると思うんですけど、石があるんですよ、これね。友達からもらった石。主人公家族の息子が石をもらって、っていうその石があるんですけど、それの意味もね、いろいろ考えられてますけど、その石は僕はその朝鮮人としての DNA、プライドを意味してるもんだなと思います、僕は。石。でね、その、最後のシーンで、その、だからさっきも言ったこの、なんだ、殺し合いのシーン。殺し合いのシーンの前に、まあ、この地下の人が地上に出てくるきっかけを作っちゃったのは、実は、この息子がね、石を持って、でっかい石ですよ。こんなでっかい石。すみません、消えてしまいまして。そうそうそう、石の話ね。石の話もちょっと最後にしようかなと思うんですけど、付け足しなんですけど。どこまで話したっけ？あれか。石を持って、長男が、地下に行くんですね。で、その、こうやって重い石を持っていくんですよ。で、その、持っていく前から、だんだんその長男がですね、その石に対してなんかちょっと特別な感情を抱き始めてて。なんかこう、すごい大事にしてるんですよ、その石を。こうやって。で、なんか体に吸い付くんです、みたいなことを言って。で、だから、で、結局のところ、最終的になんか自分で決着をつけるみたいなことを言って、で、その石を持ってですね、その地下の人を閉じ込めてあるその地下室の方に行くんですよ、こうやって。で、その降りてく途中で、あっとか言って、石をガガガガって落としちゃうんですよね。持ってた石をバーンとか言って、でガガガガドド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 ーンとか言って。落としちゃうと。で、あ、やべえってなってこう下に行くと、行くんですね。で、結果的にそうしたらこう男の人に捕まっちゃうんですよ。男に、地下にいた男に、潜んでて、男がガーッつって。で、殺されちゃうんですよ。殺されちゃうんですね。うん。しかもどうやって殺されるかっていうと、石で、だからその、息子がこう持ってって、落としちゃった、その石で、バーンってやってくる。まあ、殺されるっていうか、まあ、瀕死だわ。殺されてないわ、実際。殺されてなかった。うん。それでまあ、あーとか言ってやられちゃうんですね。だから、その石がすごい重要な意味を持ってるっていうのは、結局ね、僕はその解釈としてですけど、まあ最初に言った通り、石っていうのは僕は韓国って話じゃない、朝鮮人としての DNA プライドだと思うんですね。で、それを、まあ言ったら愛国心とまたちょっと違うかな、なんかそういうものであると。それを象徴してると。で、長男はそれを持って、シーンの運び、映画の話のストーリー的にはその石で、地下の人を殺しに行くっていうようなテンションなんですね。見せ方としては。でも僕ね、殺しに行ったんじゃないんじゃねえかって思ってるんですよ。実際の話。実はね、僕の解釈で言うと。この長男っつうのは、その石を持って殺しに行くんじゃなくて、その地下の人にね、それをあげようと思ってたんじゃないかなと思うんですね。実は。というのも、この石、まあ、この長男の友達からもらって、この石が結構なんかその、この半地下の家族が、まあ、金持ちの家にパラサイトして、ちょっと生活が良くなってきたっていう、一つのきっかけだったんですよね。そうそう。だから、その石、この石を、この地下の人たちに渡して、で、この地下の人たちも、なんか、もっとマシな生活になればいいんじゃないかっていうことで、多分その象徴として、なんかこう、なんだろうな。それがだから韓国人としての、じゃあ朝鮮人としての、まあ、DNA、プライド、そういうのをこう共有しようとしに僕は行ったんじゃないかなっていうのが僕の説なんですよ。
ところが結論は、まあ、その地下の人たちはそんな石なんか知らんと、いらんと。でその石をもっとこあのバーンとぶちのめされちゃうっていう、そういう構図ですよね。だから結果まあそれがすごい、そのなんだろうな、南北のまあ統一っていうものがダメだったんだっていうことのすごい象徴なんじゃないかなと思うんですよね。じゃなかったら僕ね、その石を持ってってそれでぶん殴って始末しようなんて考えない気すんだよな。なんかあんまりリアリティないじゃないですか。まあその映画なんでっていうところはあると思うんですけど、もし本当に始末するんだったらこんな重い石持ってってね、こんなでうりゃーなんてやるかねーとかも。まあ逆にもしかしたらそのなんだ、その朝鮮人としてのプライドの象徴で始末することがもしかしたらなんか意味があったのかどうなのか、わかんないですけど、まあ、なんか結果失敗してでそれがまあその地下にいた人たちが地上にも出てきちゃって、でまあのきっかけになっちゃったっていう。だからまあそうだな、朝鮮人としてのプライドなんちゅうなんか DNA っていうのが結果的にその悲劇の一番のなんかきっかけになっちゃったわけですから、そういうなんか一つの皮肉みたいな、なんかそれを象徴してる石じゃねえかなっていうのが僕の見方ですけど、なんとなく伝わりました。ちょっとねやっぱ難しいし、まあ多分いろんなあの見方あると思うんですけど、まあ一つの見方として、まあ僕が今言ったような意見っていうのはネットには多分絶対転がってないかなっていう、転がってないような意見かなと思いますから、一つの、見方として楽しんでいただいて、ければなというか、まあいろんな解釈ができるのが僕いい映画の一つの定義かなと思うんで、なんかそういう映画でしたね。良かったです、楽しかった、非常に面白い映画でした。はい、そんな感じで、まだ見てない人はここまで見てないな。はい、そんな感じです。